ちは、アリーナグレーナチャンネルのアリーナです。今日は私の誕生日なので何か皆さんと一緒に面白くて楽しい動画を見てみたいと思います。だからこそ今回は志村けんさんの動画、大丈夫だのコントかもしれない、おでん屋台で大そどいいよなおじいさんという動画を見てみたいと思います。いつも私などグランテだけパトレオンしてくれて、一番スポンサーやスプセンスをしてくれる人、本当にありがとうございます。では早速ですが見に行きましょう。はい、はい、聞こえてきますね。はい、どうもどうも、ありがとうございます。おやさん流行ってるね。またあんたかい。流行ってるね。お酒一杯もらいましょうか。ああ、ダメだよ。そんなこと言わないで一杯くれよな。な、ダメだったらダメだよ。1億飲みたいんだよな。な、うん、一杯ちょうだい。お酒ダメだよ。なんていうな、ここのお酒美味しいんだよな。誰かに。ちょっとこのお酒はうまい。何やってんだよ。よし、今日一緒に飲もう。なんだよ。付き合えよ、付き合えいいよ。やだよ、なんで話すのか。なんだよ。ここのおでん好き。食べて、食べて、飲んで、食べ食べ。出汁がいいの使ってんだよ。昆布だろ、昆布つが使ってる。おいさんよ、なんだよ。ごめんな、ごめんな。おい、ちょっとあんたあっち行ってくれよ。まあ、っていうかって犬じゃねえんだけど、お前方ねえんじゃねえの。なあ、酒が楽しく飲みましょうよ。わかるけど、俺はここで商売やってんだよ。俺のお客さんなんだよ。あっち行ってくれよ。よ、若いの。なんだよ。で、できてんじゃない、お前ら。違うよ。違う、飲んでよ。飲んでよ。今回どこ行くんだよ。おい。でしょよ。お客さん、すいませんね。いいよ、気にしなくて。俺のことは消えたくていいよ。いいから、あっち行けっての。あっち行けって犬っころみたいに言うんじゃねえよ、こんなの。やろう、先じゃねえぞ、お前。すいません、入ってくれよ、これ。暑いな、これ。暑いな、もう一番夏ですよ。入ってくれよ、バイトすいませんね。お酒を二つください。おっぱー、お酒。おでんも適当にちょうだい。はいはい、おでんもおさん適当にやってやって。いや、やっぱり日本酒よね。はい、暑かね。おでん今持ってくるからね。このお酒はね、美味しいよ。飲みなさい、飲みなさい。はい、乾杯、はい、乾杯。はい、とりあえずね。あ、はい。このおでんもね、だし、いいだし使ってるから美味しいよ、これね。ね、よし、今日は飲もう。な、わっと飲んで、もう3人で、あ、あんた、何？いい加減にしなよ。なんでみんなで楽しく飲もうと思って。聞きなさい。何その乱暴やめて。何するの、乱暴やめて。乱暴喧嘩は嫌いだから。お客さんにもちょっと、無駄ですね。私は乱暴、何を助けてるの。何を助けてるの。私は乱暴してるの。私は何もしてないのに。聞きなさいって、ちょっとしっかりしてよ。でも、一方でに、志村けんさんもちょっとかわいそう。お姉さん、この人。皆さんと仲良くしたいし、お酒も飲みたいです。ですら目立ちすぎますよ。何それ。せやかけやがって、ここ座り。いいか。あんたの店はここなんだよ。全然お客さん来ないのよ、私の店は。ここで言ったってな。あ、ごせんだよ。酒ばっか飲んでたそうなんだよ。おでん食べない、こういう感じで。ふん。やだ。まずいよ、うちのおでんは。な、食べないくり。いらねえよ、そんなことは俺の知ったことじゃねえよ。しっかり商売やれよ。ああ、客が欲しいな。いやいや、あ、ごめんね、ゆっくりしててちょうだいね。はい、おやさん、いくら。あ、すいません、いい、3000円でいいですわ。はい、どうも、すいません。はい、ちょうどね。はい、ありがとうございます。またどうぞ。ありがとうございます。私、顔赤くない？なんか、うん、赤くないけど。本当？ちょっと酔っ払っちゃったみたい。もう酔っ払っちゃったの？だって私お酒強くないんだもん。安上がりね。そりゃ直子みたいにさ、毎晩毎晩浴びるほど飲んでればさ、強くなるわ、ね。あら、喧嘩になりそう。失礼なこと言わないで、私そんなに飲まないよ。そう？屋台はいいわ。
この時期屋台はいいよ、風情があるもんね。いいよなおじいさん。日本酒いいよな、おい、うん、しいよ。怖いよ、おいしいよ、しくない、かわいいよ。ほっときちゃった顔に。あら、あら、おでん、はんぺんはいいよ。いただきます。うん、話しかけてね、こうやって。うん、はんぺんはいいよ。うん、きついな。いいよな、うん、おじいさん。おでんはうまいよ。うん、あら、雪、雪が降ってきたよ。歌おう、歌おう、歌おう。雪やコンコン、あられやコンコン。ごめん。でも、ジョアちゃんたちはかわいそう。酒も飲めなかったし、食べなかったし、雪はいっぱいあるんじゃん。ああ、それだけ。いいよな、おじいちゃんは。おじいさんは本当に失礼ね。前にも見た気がします。それは映画館のいいよなぁと言う村井健ちゃん、本当に失礼ですよ。その態度と思います。はい、皆さんどう思いますか？私と一緒に、見ていただいて本当にありがとうございます。こんなに楽しく皆さんと時間過ごすのは一番好きです。あ、皆さん、このことに関しても自分の意見と自分の思いをぜひ書いてください。後でコメントで私は全部読みますから。で、この動画がよろしければぜひチャンネル登録もライクボタンもよろしくお願いします。志村けんさんの動画のコントの他にも、おすすめ動画があれば、それとも好きな動画があれば、好きな曲とか好きなコントがあれば、ぜひぜひぜひリクエストしてください。くれぐれもご自愛のほどお祈りいたします。次の動画で必ずお会いしましょう。バイバーイ、元気でね。またねー。